永遠の命を永遠の命を受けよ神の御子イエス・キリストを信じる者に三神が賜う永遠の命 御子イエス・キリストを信じなさいそして永遠の命を受けよ聖なる方の静かなる時 永遠の静けさの中に響く天の賛美全ては永遠のもとに子羊のただ中に 一つとされそして子羊に向かって流れる永遠のその麗しい姿を仰ぎ民子とを「アーメン 新聖書の学び第9章の進行論をずっと語ってきましたが前回2回にわたってロマ書の発祥を触れそしてえ今日は。 今日で最後になるかどうか分かりませんが第9章のいよいよ最後信仰論の中でも信仰の定義というチャプターを紐解いてみたいと思います求神訳を通して信仰ということが聖書の最初から終わりまで説かれておりますがしかし信仰 の定義というか信仰って何ですかって言ったら真正面から答えてるのはたった一箇所しかないんですよねそれがヘブル人の手紙の11章の一節ですそこを開けてみてくださいねレズミを持っておられる方はこの紙の2ページ目の一番最後を見てくださいヘブル人への手紙の11章の一節が公語訳清書から 引用されております、まあ、私は「公約聖書」を中心に読んでますけどね、あのー、どの役の聖書をやなきゃいけないということはありませんからもう自分の好きな役を持っておいてください。さて信仰とは望んでいる事柄を確信しまだ見ていない事実を確認することである。 ここから始まるヘブル書の11章全体を通して信仰についてヘブル書の記者が面々とと書いております。す番大事なのののはここ最初のところなんですよね。ただ一箇所先ほども述べましたが聖書の中で信仰とは何であるかというのを定義しているのはここだけなんです。それで重要だと思いますのでかなり詳しくここを検討してみたいと思います。 それで先ほど公約を読みましたけれども英語の聖書まあいろんな訳がありますが一番古い訳の一つにキング・ジェームスというのがありますそのキング・ジェームスの最新版ニュー・キング・ジェームスというのがありますがそれによりますとこれレジメのところに書いてありますね読んでみます Now faith is a substance of things hoped for これはキング・ジェームズのオリジナル版もそうでありますがサブスタンスというのは大変面白い言葉でありまして、えー、聖書の中でもただ一箇所ここだけだと思います。それで、あのー、ギリシャ語がその下にちょっと書いてありますよね。私ね時々ギリシャ語を、あのー、引用したりしておりますけど別にギリシャ語が得意なわけじゃないんです。 あのー、私は素人です。だからもうかじった程度しかあのー、ギリシャ語はの知識はないんですけど、やはり面白い新約聖書はあのギリシャ語で書かれておりますから、少しあのー、読んでます。エスティンデピスティスエピゾメーノンヒポスタシスパラグマトーンエレンゲコスウブレポーメノンこの あのエスティンっていうのは英語の「イズ」にあたりますね。あのでっていうのはナ「ナウ」ですね。でこのギリシャ語の語順っていうのはあの英語のようにいやではありますよまた日本語のようでもなくてね好きな言葉をあの強調したい言葉を最初に持ってくればいいんですだからこの文章は面白いんですけども「イズ」から始まります。ピスティスっていうのは先ほど言いましたけど信仰ですね。あのエルピゾメーノン あの、さて、信仰とは、エルピゾメーノン。このエルピゾメーノンっていうのは、公約聖書は、その望んでいる事柄。と書いてありますし。ほとんどの訳、私が調べた限り、英語訳では、みんなこれを、あの、能動態で。望んでいると、公約と同じように訳しております。私、これが不満なの。なんで、これを、その、そのまま直訳してくれないのかなと。 直訳した訳は一つもないですね直訳するとこれ受け身系なんですよ望んでるじゃなくて望まれてるんですそのように訳してる訳は残念ながら私の知る限り一つもないですね、まあ、あの偉い学者たちがこれはあの能動体で訳したんだから間違いはないと思いますけどね直訳でも私はいいんじゃないかと思う望まれていること柄というのはねそのこれが信仰とは望まれていること柄の 革新しというふうに訳したのじゃ、あの文章としてちょっとおかしいからなんですよ。どうしても信仰っては人間の側からのことだから、それで学者たちがみんなこれを能動態に訳したんだと思います。でも先ほど言いましたけどね、これ直接この通り訳したらね、もっと面白いものが見えてくるんです。望まれているという受け身形で訳しますと、望まれているってのはどういうことなんですか。神様から望まれていることなんですよ。そういう発想法がないもんだから、みんなこれを能動態に訳してきました。 でピーター役はそういうことは取られませんからねもうもっと10に役しますさて信仰とは望まれていること柄ですよ人間が望むというより神様が望んでいるだから人間の側から言ったらそれを望まれているということですよね神様が望んでいること柄さて信仰とは望まれていること柄そのヒポシタシスこれももう大変面白いギリシャ語でありましてあのー、普段これはね ギリシャ哲学でから盛んに使われる言葉なんですそれでそのキング・ジェームズは「サブスタンス」というふうな訳をつけておりますけれどもあの新しい訳では「アシュアランス」「確信」というふうになってますね。でもこれ「サブスタンス」の方がもっと意味に近いんですあのギリシャ語の意味に近いヒポシサシスというのはその哲学用語で「実体」目に見える現象のその下の,あの実体本体というような意味なんです。 現象には見えないけどそののの背後にあるもの下にああるるもも下私はこの言葉を瞑想する時にね一番ピンとくるのは白鳩の位置の中に出てくります、あのー、津子さんが最初「本体を知りたい本体を知りたいと」と、あのー、言ってますよね白鳩が現れてから。 そしていろんんなな不思議こことがたくさん起こる奇跡が起こる光が見えてくるいろんなさまざまな不思議なことが起こるけれども本体を知りたいなとあの言葉がこれなんですよヒポシタシスなんですたくさん現象は起こるけれどもヒポシタシスを知りたいんだと私はその本体を知りたいんだと。さて信仰とは望まれている事柄の本体なんですよ。これが一番の基盤なんだと一番の実体はこれなんだと。 さて信仰とは望まれている事柄の実態であるとそう訳してほしい最も,もこの「ヒボシタシス」というそのギリシャ語はですね名詞形団ではありますがかなりその動きを示唆すする言葉であります動詞に、えー、の意味合いが非常に強い言葉であるだから日本の公約などもそうですけれども確信しとこの動詞のように訳してますよね。 実際はこれ名詞形なんですそれで、あのー、実体なんだけれどもこれはね、あのー、動詞的な意味合いを出すんだったら「実現化」と「リアリゼーション」というふうに訳してもいいんじゃないかと思います。目に見えていないものが現れてくる実現してくる。さて信仰とは望まれている事柄が 実現しししてててくることと訳しても決して間違いじゃないでなすねむしろギリシャ語のニュアンスにだんだん近くなってくるさて信仰とは望まれている実態でありその実現化であるはい、その次にいきますよそれからまだ見ていない事実を確認することであると。 この後半の訳ですけど英語だったら「エビデンス・オブ・シングス・ノ s e e ン」まだ見られていない事柄の証拠である「エビデンス」という訳がされております。このギリシャ語の語も大変面白いんですけどねこの最初に「パラグマ・トーン」この「パラグマ」「ごめんなさいパラグマじゃありませんのプラグマ」です「プラグマ・トーン」「プラグマ・トーン」ってんで英語の「 よく知ってる人はちょっとあれって思うでしょ。これ英語のプラグマという英語とからがこれから来てるんです。プラグマティズムというような言葉はみんなそうなんですが、これは元々のギリシャ語のプラグマという言葉から来ております。どういう意味かってうと、そのじ英語のプラグマまたはプラグマティズムっていうのは実践というふうに訳されていますね。元々のギリシャ語のこのプラグマトーンという意味はですね、あのすでに完成した成就した すでに完成しているという意味なんです。すでに完成している事実。だから英語で accomplished fact、accomplished ed ですよ、accomplished fact、事実。すでに完成している事実があると。プラグマトン、エレンゲコス、エレンゲコスというのはこれは証拠、プルーフ。 また英語の訳の新しい訳ではコンビクションというふうに訳してるのもありますコンビクションというのも「確信する」「確信する」何を「確信する」かっていうけどね私これに一番ぴったりとした日本語は「認知する」という言葉じゃないかと思います認知するって。認知でも少し硬い言葉ですよね。でもあの知ってでしょ認知するというのはあの。よくサスペンスドラマなんかに出てきませんか あの、えー、あの社長が隠し子を持っていたと。ほんで、あのー、それでドラマが起こって殺人事件が起こるんですよ。その時に認知してるかどうかというようなことが大変な問題になりますよね。でも、そうするとわかるんですよ。認知するって。認知するということはですね。何にもないところをね。俺隠し子なんかないよ。って言えばいいんだけど、あるとやっぱりね。あるものをあの存在するものが存在しないとは言えないでしょ。 その言葉に当たるんですよ。この認知するというのは実際にはあるの。あるけれども見えていないというんですよ。実際にはまだ認められていない。表面に出ていない。だからそれを認知するというのがプラグマトーンというんです。エレンゲコスブレポーメノン。ブレポーメンというのはこれは見える。だからまだ見えていない。まだ見えていないことを 認知するまだ見えていないけどしかしその前にね「プラグマトーン」っていう言葉がついてるんですよ。まだ見えてていいいないがすすすででに完成しるる事実を認知するってうんです大変ややこしくなりましたからね、はい、今度はすっきりとあのピーター・リに訳していきます。まだ見えていないがすでに完了している事実を認知することである。 これが後半の訳ですまだ見えてはいないがすでに完成している事実を認知することであるとそうすると信仰というのは大変面白いということに気が付くでしょう信仰は決してね思い込みじゃないんですよ思い込みっていうのがあるわな ハンサムでもない男が毎日鏡の前に向かって「俺はハンサムだ俺はハンサムだ」って言ったってねそれはお前思い込みだよ。あのー、でも私は例えば白髪がねあのたくさんなったけれどもしかし黒くなるぞ黒くなるぞと、あのー、若い頃から思い込んでたわけじゃないかな。しかしか、ね、だだんだん黒くなっててきたのを見てるとね これはまんででもないないと思うんですよじゃあ思い込みだけやらないんですよちゃんと薬はつけてるんですよ。<laughs> でこれはもう、あのー、私の生涯最後の薬あまあ今まであんまりたくさんあの何十種類とそのやら使って金棒やら資生堂やらに、あのー、だいぶ私は貢献してきましたけどねもう一切もう貢献しないことに決めた。あのー そして、えー、何の話だったっけ、あ、そっか、もっと重要な話があるんですよ。えー、しかしね、あのー、やがて、その信じたことになるってのは、あれは本当だな。あのー。まあ、あと、あの、半年ぐらいしたらね、諸君って、私はこうして頭を下げて、あのー。見せますから、その時は信じてください。こんな話するとね、だんだん、あの、聖書の権威ある教えが、その、ずっとこの落ちてしまってる、ね。信じられなくなるでしょ そういういのが信仰がないって言うんですよ信仰のある人がね聞いてたらねもう冗談であろうが何であろうがね本当のことはねパッと見えるんだだから少し目を開いて聞いてけ。<laughs> さて信仰とはいいですか訳しますよ。さて信仰とは望まれている実体その本体を見ることでありまだ見ていないけれどもすでに完了している事実を認知することであると。 これがヘブル書11章1節の,あのピータータ役でです。す。間違いない。いなこういう意味だったんです三味の中で全てが整うという言葉を聞いて多くの人はびっくりした。そしてあれはね最も聖書的な言葉なんですよ。今から完成するんじゃない今から努力して作り上げる世界じゃないすでに完成してる世界を見るということなんですよ。 さて信仰とはねすでにまだ現実に見えてないかもしれないけど現象世界に現れてないかもしれないけれどもすでに完了している完成しているその世界を認知することなんです。だから思い込みの世界とか空想の世界と全然違いますよね。明らかにある それでね今度はあのマルコ伝の11章の方を見てください。ここにそのいい例がありますからね。マルコ伝の11章話はあ,ある日の夕方ですけどあの12節から始まります。イエス様がベタニア地方に行かれた時に腹が減ったと。そう書いてある。空腹を覚えられた。まあ、しかしこれ腹減ったんですよ。 それでその私たちのようには物が溢れている時代じゃないですからねあのセブンイレブンもなかったし何、あのー、か食うものはないかなとご覧になったそうすると一軸の木があったそれで一軸まあいちでもいいかというんでお腹が空いてる時は何でもいいですよねあのー、これはななんか見乗っだってナスビをそのまま食べるわけなはいかんけど。 イチジクならあのところは近寄ってみましたけど何も見当たらなかったイチジクの季節じゃなかったからである私は聖書を読んだから最初驚いたなこうやっぱ腹を減ると人間はこういう勘違いをするのかと思ってですねあのー、こんな子どもでもこんな勘違いしませんよ例えば2月頃今頃のシーズンになってね そしてあなたが一陸の木のとこ行ってから一陸の実はなってないかなって思いますかだからだいたいみんなね聖書に書いてあるからありがたく読みすぎるんですよこんなのおかしいでしょうシーズンでもないのに実を求める人がいたとそれでしかしまあそれが普通の人がやってたらお前アホかとあのー、言うんだけどね何しろ相手がイエス様だからようみんなアホかと言い切れなかったんですそれで <laughs> やっぱり腹減ると先生でもおかしなことをするのかな？というわけで、あのブツブツ言い,言いながらついていったんでしょうね。とか、イエスはその木に向かって、今からのうち、いつまでもお前の実を食べるものがないようにと言われた。弟子たちはこれを聞いていた。こんなのめちゃくちゃですよね。あのシーズンでもないのに、地域の木に向かってね。身を求める方がおかしかったんですよ。でも腹が減ると人間ってやっぱ異常な行動をしますよ。 あのフラストレーションがたまるとですね私魚釣りが好きだから時々分かるんだけどもう例えばねあのまあ500円ぐらいの餌だったら我慢できるのとか1,000円も餌を使ってねそしてその寒い時間を我慢して2時間も3時間も4時間も釣りととらして1匹も釣れなかったごらんなさい。よ これからのうち、誰もお前のところで釣りをするなとかね。あの、私はほらよく六甲アイロンと言ってところに行くんだけどね。あの呪いたくなりますね。あのよくこの気持ちわかるんです。できっとイエス様もあの虫の居所が悪かったのに違いない。それで話はそこからあのワンパラグアムを通り抜けて。 そして、えー、19節になりますとそれで夕方になるとイエスと弟子たちはいつものように都の外に出て行ったとでとうとうその夜は何も食べなかったのかな空腹で夜寝たのかもしれません朝早く20節からですよ道を通っていると彼らは先のイチジクは根元から枯れているのを見たそういえば昨日,昨日そのイエス様が妙なことを言ってたなとイチジクの木の前でそこでペテロは思い出してイエスに言った先生ご覧なさい あなたが呪われた一軸は枯れていますやっぱ呪うんだ、あのー、<laughs> そこでイエスは答えて言われた「神を信じなさい」ここで聖書の中でも最も面白い、あのー、この信仰のイラストレーションが始まりますよね。神を信じなさい よよくく聞いておくわよ誰でもこの山に動き出して海の中に入れといいその言ったことは必ずなると心に疑わないで信じるならその通りになるであろう。こんなことがあったらすごいと思いませんかええー、本当にすごいと思いませんかこれもと聖書がねでたらめを書いてるか、あのー、私たちがおかしいかどっちかですよ。 えそう思いませんこんなのねだってよく聞いておくわ誰でもこの山に動き出して海の中に入るといその言ったことは必ず心に疑わないで信じるのはそのた通りになるこことがなるならもうこれほど簡単だいぶ前から私がこの話をした時にある人がね確か名古屋の人じゃなかったかなあのこれを瞑想したんですってなんかの自分の体にがんかなんかがあって乳がんかなんかがあったのでね 乳がんに向かって「私の中から出てけ!」とって言ったらその目の前に山が見えてその山から手と足が出て足がひょこひょこひょこと動き出してね海の中にボチャンと入っていったって言うんですよ。でも彼女はそのようなあのイメージが見えたのでね海の中に入っちゃったと言ったらそしてその後お医者さんに言ったら「本当にガンが消えていた」というのであの大層驚いたあの証しをもらいましたね。 私は信じますよたたくさんのことを見てなんでそんなことが起こるんだろうと怒ったらいいなあと思いませんか ?10 億円12億円がいるいやれは言ってる私がね <laughs> あまりにも桁外れた額だからあのー、もう驚くのを通り越してへえと思ってるんですよ。これがね 例えば120万円いるとか1200万円いる1200万円でもきついけどねそしたらね「こいつの諸君とってもお願いだ」って私が土下座してお願いするから「諸君どうぞ献金してくれ」と言ってねあのー、<laughs> 今,今から3時間ぐらい私は頭、あのー、下げてしたらねみんなが同情してあピーターがそこまで言うんならね 俺、120円しかないけどあの20円ぐらい寄付するかっていう人がたくさん現れてそしてそんなことを何時間かするうちに120万円ぐらい集まるかもしれませんよ可能性があるじゃないかでも12億はちょっとね <laughs> これはもう桁が違いすぎるわあの少々の金持ちが現れたって追いつくような額じゃないしあの ビートはそんなヘラヘラ笑いながら言っててんかその採算があるんでしょうとかねなんかあるんか何にもないの実は本当に何にもないんですよあ,のあったら見せますわあの <laughs> 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 このし話違うけどあのマジックブームとかよくテレビでやるじゃないねあれあの面白いと思いますよ私も何が面白いって言ってあのマジックうショーほど面白いものないんでよくよく見るんだけどね見るとほらフラストレーション落ちるな。 種明かししてくれなななないかからですよどううんんん不思議こことが起こるんだろうねなんかヒュンとするとその手の中から消えていったりそのガラスのコップのおーおーおーそこからね通り抜けていったりとかどうしてあんなことができるんだろうなきっと種あるに違いないけど不思議だねなんかああいう人が来てね私の前で「何 ?12 億円はい!」ピョぴょんとしたらね「<laughs> あーあ来た」と言うんだったらどんなに楽だろうね。 序文はそれぐらいにしてねしかしもっとすごいことがあると言うんですよ私はね一人ずつに挑戦したい私自身に向か,かってこの聖書に書いてあることの方が正しいのかそれとも受け取らない私たちの方がまともなのかどっちか取ってくれあなたの常識が正しいのかそれともこれは嘘書いてあるのかどっちかだよどっちかだ 私はあえて聖書は正しいと受け取るようになったものです。絶対に聖書の方が正しい。私の感覚よりも聖書の方が正しい。まず始まります。神を信じなさい。これに少しまだギリシャ語が書いてますよね。 エクゼテ、ピスティン、セウ。エクゼテってのはこれはあのー、命令形です。英語で言ったらハブです。モテ。ピスティンっていうのはピスティスの,あのや目的格信仰です。信仰を持てって言ってるんです。ハブフェイス。でその後にフェウというのはついてる。フェウというのはガーズ、神様の所有格なんです。神様のという。 神様のものもというだからここは直訳すると Have God faith God's 神の信仰をもてとられますギリシャ語学者が説明しますようにこういう時の所有格というのはこれ目的格に訳すんだと言います。それでどの役も例外なく日本語も英語もそうですけれどもこれは目的格に訳して「神のあのいや神を信じなさい」というふうに訳してます。だけどなんで直訳でいけないんですか 私はむしろ直訳の方を取りたい直訳は神の信仰を持て私はこれを直訳することによって目が開かれてきたんです人間のね信仰じゃないんだよ神様の信仰というものがあるんです私たちが一生懸命思い込もう思い込もう10億円が来るように思い込もう思い込もう信じ込もう信じ込もうとしたってあなたは逆さまにしたって半時ぐらいしか出会いしない そんなものが何の役に立つかしかしね神の信仰というのがあるんですよ。これが見えてきたら世界がひっくり返ってくる。あなたは行き詰まっていると言うでしょ。神の信仰を持てというんです。神の信仰を持て。イエスは答えて言われた神の信仰を持ちなさい。 私は若い頃よくしてた話話があります本で読んだ話アメリカのキリスト教の初期の頃ドクター・チャールズ・ピアスという伝道者がおりました西海岸の方の人です昔の人ですよ そドクターチャールズプライスは、あのあ、プライスでした。ごめんなさい。ドクターチャールズプライスだった。プライス、あ、博士はね。あの、癒しの信仰が神様から与えられた。それで、昔はね、あの、私は実際見たことはないけれども。テントミーティングというのは、アメリカではしょっちゅうやってたらしいんです。テントミーティングの大きなテントを張って。そこで一週間か二週間かも、ぶっ続けで集会をするんですよね。たくさんの人が、何千人の人が、あの、集う。そういう大集会でありましたが。 それである時もその西海岸でこのテントミーティングをしておりましたドクター・プライスは癒しの信仰は神様から与えられてたので癒しの話をしてたたくさんの人が癒しを求めてくるようになったで毎晩彼はあの話をした後祈るんですその祈りのラインが長く続くその人たちを祈っていくんですけれどもねあの奇跡が起こる人もいなければ何にもなくてそのまま行く人もたくさんいる。 数日目の,あの夕方彼がいつものようにテントに入ろうとすると一団のグループがあのドクタープライスを待ち受けてて、そしてそのドクタープライスと声をかけてきたそうですこの男の人を祈ってくださいと車椅子に座っている男の人がいる私たちはそのオレゴン州の,の遠くから来ましたこの人があの癒されると信じてきたんですと友達たち数人が 車椅子に座った男の人の周りを取り囲んで、そ、祈ってくれてキリストが必ずこの人を癒してくれると信じてきましたと言います。そして私たちはこれから数晩ずっと来て、毎晩ドクタープライスあなたの癒しのラあの列に並んでるんですけど、まだ奇跡は起きない。だからあの特別に寄ってほしいと言って、今日は集会に行く前のドクタープライスを捕まえに、えー、に来たんです。 その時にドクタープライスはこう言います。君よその車椅子に座ってる人に向かってこう言ったんです今晩集会が終わったら自分の部屋に戻ってたった一人きりになりなさいお友達も全部下がってもらってたった一人きりになってそして一人きりになって主の前に静かに待ち望みなさいと「Wait for the road」「主を待ち望みなさい」。 そしたら必ずあなたのハートの中に主が癒してくださるという確信が与えられるでしょうそれを待っていなさいねそう言った Wait for the Lord. 主を待ち望んでいいなさいその夜普だんの男性は集会が終わった後自分の宿屋の部屋にこもってそして言われた通り 一人になって死を待ち望むそれまで数日間はもう昔のペンテコステケイトのそうでしょうねう激しく祈り求めていたんです「死を癒してください死を癒してください死を癒してください」と激しく祈り求めていましたがこの夜はもうそれも一切しないでただ静かに静かに「I will wait for the Lord」 私は主を待ち望むどのぐらい彼が座っていたのか分かりませんがふっと気が付いたら「主がおられるな」ここには主がおられるなそして彼は静かに涙を流しますそしてもうそれだけで十分である翌日の夕方ドクター・プライスが「 テントに向かって歩いていると昨日と同じ場面また一段が車椅子の人を中心に、えー、ドクター・プライスを待ってるでドクター・プライスがふっとその男性の目を見ると「違うんだよな」でドクター・プライスはあのこう言ったそうです「あなたは死を待ち望んでいましたね」そしたらその人は「そうですドクター・プライス。 私は死を待ち望んでいましたもう2人の間の会話はそれだけ。そしてドクター・プライスは講談の方に向かってその夜も同じように説教しそして同じように最後に祈りのラインができて何人目かにその,あの車椅子の人がまた、あのー、待っております。そして、あのー、彼を祈ろうとするともう激しく精霊が望み彼の目との前で 男の人がが立ち上がり癒されたあまりにもドラマティックにその車椅子の人が立ち上がったので会場中が大騒ぎになって、えー、主を褒めいたえたという話がドクター・プライスの本の中に書いてありました私は若い頃それを読んで何か非常に感動しました信仰の種というものがあるな人間が歯を食いしばって 断食して「これぞ信仰だ」と神様の前に持っていくものじゃないむしろ神の側が天の側がほらこれが信仰だよポツンとあなたのハートの中に一粒種の信仰を落としてくれるよくよくあなた方に言っておくもし枯らしたね一粒ほどの信仰があるならと イエス様が言われたのは神の信仰のことを言っているんですよ。人間が人為的に一生懸命頑張って頑張ってするようなことではない神の信仰というのがあるんです。神の信仰を得よ。あなたの母との中に一滴一粒の信仰が天から落ちてきたらもうそれでよし。 もうすると,とっても自然に何の努力もせずに神の種はあなたのハートの中で根を下ろし芽を出しそしてもう一晩のうちにぐんぐん成長する。いいですか時間がいらないんですよ。一晩のうちに成長する。 イエスは答えて言われた。神の信仰を持て。よく聞いておくがよい。たくさんの人が聖書をたくさん読む。しかし君は聞くか。よく聞いておくがよいと言われた方がいる。Listen to, me. Listen to me と言われた方がいる。君は聞いてるか。 あの方に耳を傾ける Listen to me よく聞いておくがよい誰でもこの山に動き出して海の中に入れといいその言ったことは必ずなると心に疑わないで信じるならその通りになるであろうこの言葉がもうとっても自然にあなたの中で成長する <laughs> それが神の信仰なんですここにはもう資格は何にもいらない ギリシャ語を知ってることも断食することも進学校に行くこともそんな資格など何一ついらないあなたが10年戦士であろうが1時間前にイエス様を信じたものであろうが一切資格はない誰でもと書いてあるでしょうふうえばふえ誰でもですよすごいことが書いてあると思いませんかこの世の資格は一切いらない 神の信仰さえ受ければよいそして君よ山に向かって問題の山があるその山に向かって動け海の中に入れと言え、Speak、to the mountain 信仰を持って言いなさいよこれは クリスマス政権の時によくします。マリアの信仰さ、マリアの信仰です。天使ガブリエルが受胎告知をした。それに対してマリアがお言葉通り好みになりますように。あれこそ信仰なんですよ。聖霊の種が私の中に入ってきた。 その言葉通りになりますように。御言葉とセイレートの切っても切り離せないですよね。エゼキエルの幻もあるように瓦礫の山があったと。エゼキエルよと。がれの山に向かって予言せよと。その声があったので。山に向かって霊を来いと言うと。 精霊の風が吹いてくるるそうすすと何が起こります瓦礫の山に肉体がつきそしてもう一つ御言葉を予言するさあちょうど逆だったか最初は御言葉だったか御言葉その次は霊ですよねそうすると大いなる軍隊が現れたというエゼキエルの幻があったでしょう。 御霊と御言葉というのは切っても切り離せない信仰の種というのは御霊なんですよこの御霊がある御霊が入ってくるとあなたはねクリエイティブな創造的な言葉を発することができるその言ったことが必ずなると言え 不思議な力は神の言葉にある山に向かって言うその言ったことは必ずなると心に疑わないで信じるならその通りになるであろうまあそこまで神の信仰が入ってきたらもう疑いの余地なんかないですねと思うでしょところが違うんだ 疑いというのはね、あなたは自分で持ってると思うでしょう。違うんですよ。これはあなた以外のとこから来ているの。暗黒の霊ですよ。あなたのハートの上で激しい戦いが行われて、あなたのハートのただ中に神の霊が、御言葉が芽生えてきたけれども、必ず敵も本物が生まれてくるときに、 敵は慌てますよ。暗黒はサタンはどのようにしてあなたを攻略してくるか疑いなんだああもし私たちの霊の目が開けるならどんなに恐ろしいことが行われているか暗黒の霊と精霊が激しく戦う。 お互いというのはあなたが暗黒の霊に加担することになるんです。だって私は人間だものとだって私は弱いものあなたには好きな弁解する言葉がある。しかし真実を教えてあげようあなたはサタンに加担しているだけだ。 サタンの軍勢に力を貸しているだけだ。なぜ神の側に立とうとしないか。信じるなら、神の世界は信仰で始まり信仰で終わる。信仰だけがあなたを助ける。 若い頃私はアメリカでいろんなものを見せられましたがごく初期の頃私に霊の目を開いてくれたエヴァロンおばちゃんの殿堂を見ておりましたある時一人のあの本当に落ちぶれた格好をした男の人が来ました話を簡単にしますと昔はあの牧師をしていたそうですしかし会員をして教会から追われ牧師ももちろん辞め いろんな職業を転々したけれどもそしてどうしても自分は神様が自分を呼んでくれたというあの感覚が忘れられないと言ってどこでどう話を聞いてきたのか名もないエヴァロンというおばあちゃんを訪ねて男の人が来ましたそして祈ってほしいと言います。エバロンがああ祈りました その時にエバノンが見ていたた幻だったんです私はすぐそばにいまして驚いた何が行われているんだろうとエヴァノンおばあちゃんが「主イエス様の何よって」と祈るとその男はぶっ倒れ風呂刃の上にぶっ倒れそれからもう激しく泣き喚き、あきそして彼が「主よ私を許してください」と。 私はあなたを信じ。一歩一歩見事に近づきたいのです。そういう言葉をね、何度も何度も繰り返して彼が言うんです。え、わらわはその間。見たこともないような幻を見てたんです。断崖絶壁のようなところがあって。その断崖絶壁をね。その目の前の男の人が。這い上がっている。ああ下の方から。 もう薄気味の悪い、えー、怪物のようなものやら本当に気持ちの悪い生き物があの谷底から這い上がってきてそしてその彼の足に絡みつき、えー、彼をまた谷底に引きずり込もうとしているというんですするとその時、あのー、エヴァロンが「死を助けてあげてください」「この男を助けてあげてください」と激しく叫ぶと天からはしごが。 スル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 っとその起きて、そしてその男のすぐそばにはしごが来るんですよねそしたら男は断崖絶壁から手を離してそのはしごの方にあの手足を移しそしてあの必死にはしごを登ろうとするんですけどまだそのはしごのろにもヒルのようなものがあのまとわりついてきて男をはしごから引きずり下ろそうとするとすると今度はねあの天から あのガブリエルと言ったかな大天使が降りてきて、あのー、剣を抜いてそしてその迫りくる敵たちを、あのー、剣でなぎ倒すうその幻を見るで一方男の方はねはしごの上をステップバイステップ一歩一歩あのあの死を私はあなたを信じます主を私はあなたを信じますと言いながら。 登っていくその幻がある目の前は男の人が泣きながらこの元牧師だったこの男はね「おうしよう私の罪を許してください私はあなたを信じます」「I'm coming to you step by step」って言ってたんですよ私は今でもはっきりその言葉を覚えている「I'm coming to you step by step、あのー」一歩一歩身元に来ます 神様は私たちに全部を見せるわけじゃないほんにごく一部しか見せないけどおそらく霊的な戦いというのはそんなものだろうと私は今でも信じております私たちには見せてないしかしあなたがここで疑いを法に加担するなら私はその戦いはどうなるかわからないと思う ダニエルは3週間の長い間断食をしたと言いますあの時も天使ガブリエルが現れたそしてなぜ3週間もかかったかガブリエルが説明したでしょうお前の祈りはその最初の時から聞かれていたんだとそれで私は神から遣わされてすぐにでもお前のところに来たかったけれどもペルシャの国の君が立ちはだかってそして私この戦いがあまりにも激しいので 時間がかかったそうすると神様はミカエルを使わしそしてその戦いはミカエルに任せて私は迂回してお前のところに来たんだよという話がダニエル書にありましたよね最初の時から祈りはその瞬間から聞かれているすでに完成しているなぜこんなに時間がかかるのか恐るべき暗黒の君がいる何とかして神の国を何とかしてあなたを 神の約束を信じさせまいとする力がある疑いなんですよこれほど強烈な敵はいない疑いほどサタンにとって都合のいい武器はないんですあなたは自分が勝手に疑ってるぐらい思ってるだろう単にあなたは使われている傀儡にすぎないそれで新約聖書は 新約聖書だけではありませんが、特に新約聖書はなぜ疑うのか、疑うな、サタンに加担するなと言ったんです。なぜ神がここまで約束をし、神が約束の実現を必ずしてあげようというのに、あなたは敵の味方をしようとするのか、何度そのようにおぞましいことに加担するのか、 祈りがなるかどうかというのは戦いですよ。霊の世界ではすでにすべてが完成している。すべてがなっている。それが地上に姿を現すのは、君を信じ続けよう。約束を信じ続けよう。これ以外にない。そしてその信仰のキーを握っているのは、 私だだあなただ私は年を取ったせいかね時々想像することがある永遠の時はもう近いなあの時に入った時にいろんなことを見ることができるだろうなしかし一つだけしたくないことがあるな。 それは永遠に入った時に。ああ、なんで地上にいたとき、もっととことん、とことん、信じると、言い続けなかったのかな。なんでとことん、とことん、徹底して信じ続けなかったのかな。あれ、今見ていたら。9割わ割き分まで。神の約束は成就するとこまで来ていたのに。最後のとこで。もうあかんわ。 と言っってて投げ出してしまったああ惜しかったなそれだけは言いたくないなそれだけは言いたくないな地上の命は少ないんですよ本当に短いならばこの短い一生君をとことん信じ抜かないかバカと言われて いいじゃないかアホと言われていいじゃないかとことん信じ抜かいかイエス様はそのために十字架についてくださったのではなかったかあなたがとことん信じ抜くことによって初めて十字架がその姿を 100表してくださるならなくてもともとならばバカと言われておうが何と言われおうが信じ抜いてほしいな信じ抜いてほしい私は信じます 風の境界がどんなに凶悪な学であっても必ず神様が彼の地に立ててくださるひょっとしたら私が永遠の日に入る前にこれが実現せず私はそのまま 天国に行,ったか,行くかもしれないいいんですよ本当とはよくないけど <laughs> ちょっとかっこいいこと言ってみたけど <laughs> そしたら誰かあとに席は少し金がかかるから席じゃなくて看板阿部ちゃんかなんかあそこであの残り物の看板でいいからトントンと釘で打って立てておいてくれここに一人アホな男ありけりとあのー、最後まで信じたけど。 実現を見ずに天国に行った男ありけりそれでもいいよ本当にいいと私は思う私はむしろ神の約束を信じ抜きたいあの日悔いだけは残したくないだから私はあえて 神の側に投じるそこであなた方に言うが「何でも祈り求めることはすでに叶えられたと信じなさい」「すでに叶えられるであろうとはと書いてないだろう」「すでに叶えられたと信じなさい」「プラグマトーンすでに完成している事実」と言うんですよ。信仰とはプラグマトーンである。 すでに完成している事実であるすでに整っているすべてが完成しているその事実を信じよ君を信じよ君を信じ抜けよこの世で何が尊いと言って神が与えてくださった信仰以上に尊いものはない この世にたくさんの素晴らしい賜物があるだろう何が素晴らしいと言って神が与えてくださった信仰ほど尊い賜物はないそしてこれは誰でもこの山に向かってというように誰にでも与えられているものだ悲しいかな99%の人間が使わない 君を悔いを残すな。マルコデンの話はこの三、三つのポイントでいいんです。神を信じよう。その言ったことは必ずなると、心に疑わないで信じるなら。三番目。祈り求めるもとは、すでに叶えられたと信じなさいと。と これで十分であるとか付録は一つ付いてるんですアペンディックス付録はこの二十五節ですまた立って祈るとき別にこれはね、立って祈るときだけとは限らないんですよ座って祈ってもいいんだよ私は寝っ転がって祈るのが大好きだから寝っ転がって祈りますけど祈るとき誰かに対して何か恨み事があるならば許せ これは、ね、付録なんですよ。付録だけど大事だからとイエス様は言われた。神の約束を信じ抜くときに一番の邪魔になるのは先ほどは疑いと言ったけど実はもう一つあったんです。恨みだ私たちは肉体を着てますからね。 なな人間いいうのはいますよな何度も言うけどいるいる私みたいにたくさんの年月をあ,のあなたたちよりも少し食ってきた人間にはその年月を食ってきたほどにもたくさんいるこの頃ずっと私は日本で暮らすようになりまして日本の生活はすっかり慣れてテレビジョンを見たりあの新聞を読んだりする腹が立つな本当に腹が立つ。 もう政治家にも腹が立つ学者にも腹が立つビジネスマンにも腹が立つもう毎日腹が立つばっかりだ恨み事ですよどうしてこうこのバカばっかり多いんだろうとあのううう何がこう腹が立つと前回も話しましたけどこの人間がね腹が立つという時はね大概自分の影を見てるからですよ自分の姿が見える時にねもう腹が立つなんでこうしてもう少しましな人間がいないんだろうと だからあなたは自分の影をいろんな人に見てるからもう腹が立つ私もね私と似た人間があまり多すぎるあのそれで腹が立ってくるんですよしかしここにすごいことが書いてあるお前ね神様の約束は本当にこの世界に出現することを望むなら そのお前の前腹の立ってることをね神様に返しなさいとこの恨み事というのは神の命の流れをストップさせてしまう恨み事はコレストロールなんですよコレストロールがだん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 溜まっていくでしょう血の巡りが悪くなるあなたの血管が細くなりますよれでこれ余計なものなのコレストロールはためない方がいいな 若い頃はそんなことも、あのー、少々腹立って,てもコレステロールがあんまりたまらないからあなたは平気でたくさんのことを怒ったり何だりしてるけどねこれ年取ってくるとこのコレステロールの老化というのは大変なことになりますよ悪いこと言わん、まあ、老廃物は十字架に返した方がいいそして血の巡りがイエス・キリス様の血小が ぐんぐんと勢いよく全身を回るようにイエスの父をストップさせるな恨み事があるならばしよこの人をあなたに返します私若い頃はねこの祈りをした大体許しますとだいたい許せないんだ大体腹が立つ腹が立つからいるんでしょそういう人間って であのほ、まあの人は許してもあいつだけは許せんというのがいるほんでなかなか許せないですねなんで許せないんだろうって許したいという感情を私はね、あのー、待ってたからですよで許したいなという感情を自分のうちに確かめてから許せる気分になったら許してやろうと君よ100年経っても許せないわあなたはないとそんなに成人じゃないもん 許したい感情なんて起きてきませんよそれで私は非常にいい祈りを発見しましたこれ若い時ですよ主よ、私は許したくないですでもあなたは許すんでしょうあなたは許してあげてくださいねアメン私は知りませんだこ,れこ,れこれだったらなんか祈れるなと思ってねこの実に都合に その虫のいい祈りを私はある頃からし始めました気が付いたらねあの嫌だなと思ってた男は気にならなくなったんですへえこれ面白い祈りだなと思ってそれから私は他の人にも言うようになった「あ,のあなたが優先なら優先でもいい」と「なんだか神様に返しとけ」と「神様これはあなたに返しときますわ」と。 許しがたい人間を持ってるということはね、これも前に言ったけどね、あなたが同棲してるんですよ。同級じゃないよ、同性だよ。嫌な言葉使うなもう少し牧師らしくね、上品な言葉を使ったらどうですかって言うけどね、何何、あのこれそれほどえげつないことなんですよ。許せない人嫌な人間をあなたが持ってるということはね、その人と狭い部屋の中で一緒に生活してる、24時間中。 それ腹も立ってくるだろうな。あ,あなたは切り離せないんだもの。もうどうしてそんなことするの？思い切ってね。あのー、なかなか出て行かないの？あなたの部屋から、うん。出て行ってくれないかなと思うけど、出て行かないでしょ。これね。あのドア開けたらいいんですよ。ドア開けてイエス様。あの連れてってちょうだいね。<laughs> 私は自分の力で追い出すことはできないからね。<laughs> しよ主 あなたが連れてってアメンそれで終わり嘘だと思うならこの祈りを3回してみろうん、イエス様あなたが私の部屋から連れてってちょうだいアーメン、うん、で何も起きないなら私のところに来いまた立って祈るとき誰かに対して何か恨み事があるならば許してやりなさい そうすれば天にいますあなた方の父もあなた方の過ちを許してあそうすれば天にいますあなた方の父もあなた方の過ちを許してくださるであろうとこれはねコレストロールが取れるということなんです26節はこれはどうやら付け足しらしいですね後世の付け足しだから括弧してありますもし許さないならば天にいますあなた方の父もあなた方の過ちを許してくださらないであろうとまあ、だからこれはまあ あのー、あとの付け足しだけど25節の繰り返しですねはい今日は信仰の定義ヘブル書の11章1節とマルコの福音書11章の22節から読んでいきました信仰とは望まれている実態であり その本体を見ること見えてはいないけどすでに完了している事実を認知することである完全な世界がある私たちの見える現象の世界は 津波が遅いいつ経済が崩壊しいやいつミサイルが飛んでくるかわからないもう不安の種がつきませんがしかし完全な世界がある。 君よ、神の世界を見るがよい神の御子イエス・キリス様が全く世界を見せてくださるそしてこの信仰をもって血の慰めを祈るがよい たくさんのたくさんの人が津波の人に亡くなっていきました悲しみが絶望が虚無が東南アジアに広がり そして不安がさらに広がり地球は今おののいている次の恐ろしい目視力的な災害が来るのを固唾を飲んで待ってますよねこんな時だから天の慰めが こんな時だから御子イエス・キリス様の慰めが地にありますようにスマトラ沖大地震で亡くなった十数万人の魂を 突如この力かただれたたくさんのたくさんの魂を主をあなたの十字架のただ中に救いたもうてくださいませあなたの本がある意味を祈ります。 そして残された者たち子を失った母をお父さんを亡くした子供を妹を亡くした姉を姉を亡くした弟を 食べるものはなく泥水を飲んでる子供たちを死は。 衆をされどよう我らは信じます。 あなたのまったきあがないよう宝しを祈ります天に見むれのなるごとくこの地になりますように。 しますれらの父よ願わくは皆をわが目指すために。 So、be it. そのごとくなりますように。